メイン州会議事堂はアメリカ合衆国メイン州の州都オーガスタに立地する同州議会の議事堂。庁舎内にはメイン州議会の上下両院の議場のほかメイン州知事室が置かれている。1820年にマサチューセッツ州から分離独立してメイン州が成立した時、州都の候補にはオーガスタのほかポートランドなどいくつかの都市が挙げられていた。 1827年2月24日、衆議会はオーガスタを州都に選定し、当時の州知事エノック・リンカーンがこれを承認したことで、オーガスタは正式にメイン州の州都となった。庁舎の建設は、その2年後、1829年7月4日に始まり、3年の歳月と13万9千ドルの費用を投じて完成した。 建設費用のうち11,500ドルはオーガスタ市政府が負担した。メイン州議会がこの庁舎を議事堂として使用し始めたのは1832年1月4日であった。この庁舎はボストンの建築家チャールズ・ブルフィンチの設計によるものであった。ブルフィンチは自身の作品であるマサチューセッツ州会議事堂に似せてこの庁舎を設計した。現在には 州内のハローウェルさんの見陰石が用いられた。その後も議事堂は何度か改装された。庁舎の内装は1852年、1860年の2度に、渡り改装され、州の各種機関の事務所とする部屋が増やされた。1890年から翌1891年に、かけては、3階建てのウィングが増築され、事務所用の部屋がさらに増やされたほか、ウィングに、 中立図書館が開館した。1909年から1910年にかけては大規模な改装が行われ、庁舎は現在の姿になった。この改装では正面はブルフィンチの設計したままで残されたものの、南北にはウィングが増築されて、幅がそれまでの2倍91.4メートルに広がり、屋上のキューポラは高さ56.4メートルのドームに置き換えられた。 ドームの上には金箔の張られた地位の女性の銅像が建てられた。メイン衆議会会員は北ウィングの3階と4階を、また上院は南ウィングの3階と4階をそれぞれ使用している。知事室は州合図書館や旗のホールとともに2階の中央部後方に置かれている。州知事室からは西に見陰石造りの州政府事務所ビルを望むことができる。 議事堂とこのビルとはトンネルで繋がっている。議事堂内には歴代の州知事やメイン州の歴史上重要な人物の肖像画が飾られている。また、議事堂の敷地の南側には近代的なビルが建っており、その内部にはメイン州立図書館、メイン州立博物館、メイン州文書アーカイブが置かれている。ありがとうございます。